軍用手表、軍用手表、軍用手表、ミリタリーカレンシー、ミリタリーペーメントサーティフィケートとは、戦争時において、占領地もしくは勢力下にて軍隊が、現地からの物資調達及びその他の支払いのために、行される、疑事者兵である。政府士兵の一種と解されることもある。略して、軍票とも呼ばれていることが、一般的である。軍隊が、 通貨の代用として使用する手形ないし占領軍の交付する代用貨幣であり、最終的には、その軍隊が所属する政府によって、軍票所持者に対し債務支払いを行う必要があるが、敗戦国の場合、支払い能力がないため保護にされる場合もある。また、第二次世界大戦の敗戦国である日本の場合、かつて戦時国際法上、 個人に対する戦争被害を敗戦国が保障する義務がなく、また連合国側が軍票の支払い義務を免除したため、後に国際問題になったことがある。軍隊は食料などの物資を現地調達する。それは一方的な物資調発、ともすれば略奪であった。しかし、そのようなやり方は大分が悪く、挑発相手の反感を招く。そのため、 近代以降の戦争では各国軍隊が軍票によって物資を購入するという形をとるようになった。このような軍票を初めて発行したのが英仏戦争時のイギリスで1815年のことであった。その後紙幣のようなものに進化した。1907年に締結されたハーグリック戦条約で条約締結国は戦時下の占領地で挑発する行為が禁止され、 同条約第52条に、現品を供給させる場合には、住民に対して、側金を支払わなければならない。それができない場合には、領収書を発行して速やかに、支払いを履行することとされ、現金もしくは、軍票で代償を支払うこととされた。このように軍隊が所属する国家の通貨制度とは、分離して、軍票を使用する制度を用いるのは、自国の通貨を使用すると、 通貨供給量が激増し、結果的にはインフレーションで経済破綻する恐れがあるか、敵国に自国通貨が渡ると工作資金になる危険性があるなど、戦略面からの要請があるためである。また発行体の保障する事実上の手形であるため、発行体が原油する手持ちの貴金属による支払いに拘束されることがなく、実際の経済力以上の物資の挑発も可能でもある。 また西南戦争時の西豪札のように、反政府軍が勝手に印刷し流通させたもの、沖縄県の久米島を占領したアメリカ軍の一部隊が、軍中数の巨諾なしに当社版で印刷し勝手に、発行した久米島紙幣もある。以上のように、軍票は通貨のような定裁と流通機能を有しているが、最終的には、相手国政府当局に提出して現金かもしくは、 貴金属によるるる交換をすることが必要であるただし、軍票を法定通貨として流通させることもある。一例として、太平洋戦争中に香港を占領した日本軍は、軍票を発行し、通貨として流通させていたが、1943年6月には、軍票を唯一の通貨と定め、軍票以外の流通を禁止し、所有している香港ドルは、 軍票と交換させ、違反者には厳罰を課した。また、太平洋戦争終結後、日本を占領した米軍は、B 期号軍票を日本本土や琉球諸島で使用した。この時大倉省は、省令により、米軍軍票を日本の法定通貨とし、公私一切の取引に無制限に通用すものとした。軍票の性格について、有馬長尾は、挑発省建設を取り、 軍票は、貨幣ではなく、挑発物件及び労力に対して、国際法規に基づき占領軍の交付する証券で、あるとの説を取る。これは、ハーグ条約付属陸戦法規規則52条三項に根拠を求めているが、軍票は、同規定に言う現金内し現地通貨ではないが、定額証券なので、受け取り証とは言えない。森竹を、元陸軍主計中将は、軍票なる、 特殊の貨幣代用権都市、辻田剛氏は、日清日露戦争時の軍用種表について、日本政府が満州の占領地において発行した紙幣と規定する。大倉省理財局は、軍票の法律的性質を次のように説明している。渦中で一般通貨として使用されつつあったことに関しては、以下のようにしている。第二次世界大戦中には連合国側も発行していたほか、 第二次世界大戦後もアメリカ合衆国が世界各地の米軍基地の兵士の給料として米ドル建ての軍票を1970年代頃まで支給し使用していた。またベトナム戦争に派遣された韓国陸軍もベトナムで使用する軍票を発行していたほか、イギリス軍も世界各国の基地内で使用する軍票を発行していた子もある。 第二次世界大戦中のアメリカではという軍用種表が発行されていた。第二次世界大戦後からベトナム戦争の終わりまで、ミリタリーペイメントサーティフィケート、略称 MPC という米ドル建て軍用種表が発され、ベトナムで流通していた。同じくベトナム戦争に派遣された韓国軍も同様の軍票、アメリカドル建てを使用していた。 1990年代になると、アメリカ軍は、紙の軍用種表の発行をやめ、プリペイドカード方式へと移行した。日本においては、西南戦争の際に、西郷隆盛が使用した西豪札が、軍票の最初であるとされ、その後日新戦争や、日露戦争、第一次世界大戦、人島攻略戦などの対外戦争で、日本政府が占領地で発行しより、 日中戦争や太平洋戦争、大東亜戦争では中国及び東南アジアの占領地各地で現地通貨建てのものが使用された。また戦後アメリカ軍の占領下に置かれた沖縄、奄美で使用された BN もアメリカ軍が発行した軍票の一種である。軍票は臨時軍事費特別会計の執行として、軍票の発行体から資金を借り受けて現地で使用され、あるいは 兵士、軍属の月報として使用されたり、民間企業の決済用資金として貸し出されたりするもであったが、すべては、林軍特会を媒介にした、生産処理が必要であり、太平洋戦争のように、広範囲で、多種多様な軍票が使用された際には、軍票間の、あるいは、日本銀行券と軍票間での決済処理は非に、混乱を極めた。また戦争の長期化により、 現地物資の枯渇によるインフレ及びそれに対処するための林軍都会の膨張及び軍票の大量流通がさらなるインフレーションなどの経済的混乱を区結果となった。中国戦線で使用した日本円以外にもペソやグルデンなどの様々な通貨単位の軍用種苗が核占領地で発行された。発行者は政府名義になっているものが多いが中には 南方開発金庫などの日本が設立した現地金融機関が発行した場合もあった。また、対祖戦を想定しルーブル表示の軍票も試作されたが、実際に使われることなかった。日本貨幣省共同組合、日本貨幣カタログ2007によれば、日本軍が発行した軍票を次のシリーズに分類している。なお、日清戦争から日下自編合軍票までは、 明治時代に発行された明治通報とよれる政府紙幣のデザインを踏襲した縦型のものを使っていたがその後は銀行券スタイルのものが発行されるようになった。軍票による支払い等の許可の申請手続きに関する省令により日本人が日本から外国に対して軍票による支払いを行う場合には財務大臣の許可を受ける必要がある。この許可申請は 財務省の所定の係に直接または郵送で書類を提出することで行うことができる。また、平成22年までは e ガブを通じて運用されていた財務省電子申請システムを通じてオンラインでも受け付けていたが、オンライン申請された実績はない。この省令が言うところの軍票とは GHQ と在日米軍が 日本国内で使用した軍票の扱いに関してであり、大日本帝国が発行した軍票のことではない。本来の趣旨は、アメリカ軍から軍票による支払いを受けた日本企業が、アメリカに対して支払いを行う場合の手続きを定めている。当時は、ドルの持ち出し制限があったため、その関連事項でもある。現在、アメリカ軍は軍票を発行していないので、 今後も申請されることはないと思われる。日本軍が発行した軍票は敗戦により紙切れと化した。大陸や南方、台湾などから引き上げてきた民間人や福音兵の中には、軍票や軍票立ての預金しか持たないものもおり、これら困窮する者たちに対し日本政府はなす。すべのない状態が続いた。発行数量が多すぎたため、一部ではインフレで、 実質的価値が消滅したのもあった。特にインフレが激しかった地域では、タバコの巻紙に軍票が使われたと言われている。軍票に対する日本政府の支払い義務は、連合国がサンフランシスコ講和条約で請求権を放棄したため、消滅したとされている。しかし、戦後もフィリピンや香港で日本軍が発行した軍票に強制的に両替させられた住民による、 戦後保障を求める訴えがある。香港では中国中に流通していた日本軍の軍票が一挙に流入させられたため、前述のように強制的に両替させられた住民は大きな経済的損害を受けた。実際に日本の裁判所で日本政府に対する損失補填を求める民事訴訟が起こされたが、1999年6月17日に東京地方裁判所は 当時の国際法で戦争被害に対する個人の損害を保障しないという原則日本の国内法に軍票を交換する法律が存在しないことを理由に請求を棄却した。またフィリピン方面で日本軍が発行した軍票のうち現存するものの中には日本に保証を求めるスタンプを押したものが存在する。これは軍票所持者から信託を受けた団体が受領書を交付し、 団体ではスタンプを押して管理するというものであった。しかし、現在では元の所有者に返され、多くの紙幣収集家の手元に収まっている。オランダ郵政当局が1985年5月15日に発行した第二次世界大戦終結40周年記念切手4種を発行した。4種のうち3種には、ナチスドイツによるオランダ占領下における苦境や、 ユダヤ人弾圧などの戦争犯罪が描かれていたが、最高額面の七十セント切手には、乱領インドシナにおける日本占領が描かれている。その中には、オランダ人が日本の皇居に向けてお辞儀させられているものと、鉄道建設に従事させられている様子の間に、五セント軍票が描かれていた。この切手に対し、オランダ郵政当局は、歴史的事実を描いただけとの姿勢であった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。